ことの葉ラジオ。皆さんこんにちは。ことの葉ラジオのお時間です。今日も皆さんに素敵なお話をお届けしたいと思います。今回進行を務めます我部真奈美と松本流星と崎山日和です。お願いします。お願いします。やっと始めれましたちょっと準備に時間かかっちゃってね、はい、はい、ちょっと初めての私の進行で緊張していますが、一生懸命機械をいじりながら喋ろうと思うのでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。第1回はね、はい、僕がやったもんね。はい、そう、僕がやって、僕は結構機械得意だからさ。そうそうなんですよ。あの僕は機械が得意なんで割とできるんですけどお二人はちょっと機械も苦手だもんね。はい、触ったことほぼないですね機械と名のつくとちょっとね、ちょっと難しいんですよね。大丈夫ですよ、この後日和の番も待ってますからねそうなんです。二人ともドキドキしながら今日を迎えてますはい僕だけゆったりしてますいやー、でもこれがね、いい経験になっていくと信じて。そうですね、はい、まあ、頑張っていこうと思います。そうですよ、毎回僕がいるとは限りませんからね。そうです、流星さんも何かの用事だったりお仕事だったりで。そうです、そうです、入れなくなるかも ね。そうだね、女子会開催するかもしれないですか、ね、そう、知れない2人かもしれないし、そうそうそう、ちょっと裏で聞いときたいな聞かれる女子会ちょっと裏で聞いときたいなでも朗読しますけどね、その時はそうしますよ。そうですね、何か皆さんの近況報告などありますか。近況報告、僕とガベちゃんありますね。 ありますね。じゃあ流星さんに行ってもらいましょう。いいですか。はい、9月の3日からか、はい、この3曲、ラジオ曲3曲で僕とガベちゃんがナレーション、声を入れさせていただいたラジオ CM が流れてます。イエイイエイ。いや、緊張しました ね。初めての。そう、正弘酒造さんのシークワーサーサワーの素っていう、はい、美味しそう、そう、美味しそう、すごいしそうなねやつなんですけどね、あのこちらのCM のラジオ CM のナレーションを、まあザ・ナレーションみたいな部分を僕がやって、その間に入るなんていうんですか、素の女の子の声みたいなのをガベちゃんがやったっていう、うんうん、そうなんですよ、共演ですね。そう、うん、羨ましい。いや、もう本当に勉強になります ね。やっぱ現場に行かせていただくと、うん、そう、初仕事で初共演だったの2人とも。そうですよね、ミラクルですよね。ミラクルだった、初共演初仕事、2人とも緊張しやすいんでね、こう知ってる人がいてくれるだけすごい心強かったです、ね、ぜひ皆さんも車とかでね、ラジオで聞いていただけるとありがたいです。そうですね、はい、あの声だってなってくれると嬉しいですね。本当にそれが夢です頑張っていきましょう頑張っていきましょう。はい、ではそろそろ朗読の方に移りたいと思います。はい、今回はですね2作届けするんですが、もう少しで、少しずつね、秋の足音も近づいてますが、はい、まず一作は夏にぴったりのちょっと面白いお話を紹介させていただきます。そしてもう一つはね、猫好きにはたまらないんでしょうかっていう話、たまらないんじゃないでしょうかっていうお話を紹介させていただきます。はい、はい、それでは今回皆さんにお届けするお話は、お前の夏休みの宿題に父は没頭すると、我が輩はご主人の猫なのである、2作続けてお届けしていきます。お前の夏休みの宿題に父は没頭する。水木優。宿題を放り出してお前はいつものように遊びに出かけてしまった。どこに行ったのだろうか。お前の父は夏休み最後の日曜日、こうやってお前の宿題を片付けてやっている。今父の前にはお前の宿題の材料が並んでいる。お前の母が、つまり私の妻が、昨日百貨店から買ってきたものだ。
これらが入っていたケースには昆虫採集セットと書いてある。お前の母は言ったものだ。ねえあなた、あの子ったら夏休みの宿題を全然やってないのよ。私は答えた。夏休みといってもあと何日もないじゃないか。どうして放っておったんだ。するとお前の母親は非難がましく、あなたが宿題なんか放っておけばいいって言ったのよ。それを真に受けたのよ。あの子は毎日毎日遊び回ってばかりいるんだから、あなたが悪いのよ。という。大いに結構と私は答える。そうとも、宿題なんかやらなくていい。見ろ、おかげでどの子にも負けないくらい真っ黒に日焼けしてるじゃないか。そうよ、おかげで真っ黒で汚い格好をしてガキ大将気取りで走り回ってるわ。勉強嫌いになって出かけたら出かけたで真っ暗になるまで帰ってこないし、ちょっとやりたい放題が過ぎるんじゃなくて。子供はそれでいいんだ。元気なのが一番なんだ。あなたは自分があの子の面倒を見ないからそんな無責任でいられるのよ。結局たまった宿題を手伝って やらなければならないのはこの私なのよ。宿題なんかなんだ。よし、わかった。私が責任を取ってやろうじゃないか。というわけで、父は今、昆虫採集セットを前に腕組みしているのだ。ガラス瓶の中には、お前が駆けずり回って集めてきた名前も知らない虫けらがたくさん干からびているぞ。ガラス瓶を逆さにする。干からびた虫たちが新聞紙の上に転がり落ちてきた。いつなんだこの虫を集めたのは、と私は妻に尋ねた。妻は妻で牛乳パックを利用して何やら工作をしているのだ。夏休みの工作とか昆虫採集といっても親の宿題みたいなものだな。これでは知らない、と妻が答える。だいぶ前なんじゃない？ずいぶん遠くまで自転車で取りに行ったみたいよ。私はピンセットで昆虫を転がしてみる。足を縮めて乾ききった金分、羽のかけた蝶、セミ、トンボ、足のちぎれたバッタ、哀れな犠牲者たち、お前というハンターの獲物たち。昆虫採集セットには虫ピンや採集ラベル、コルクを貼り付けた箱などが含まれている。私は金分の一つをピンセットで押さえつけ、背中から虫ピンを突き刺した。目の前に掲げ、人当たり観察してからお前の昆虫図鑑を広げる。そうか、金分というのはカブトムシの仲間なのか。コガネムシか、金分、これだな。私は採集ラベルにボールペンで書きつける。採集ケースにラベルを貼り付け、その上に虫ピンで哀れな金分を留めた。哀れな金分、お前はまだ帰ってきそうにない。いいとも、好きなだけ遊んでこい。もうすぐ夏休みは終わりだ。銀ヤンマ、4月から10月に平地の池で活動するか。産卵は連結したまま植物の組織内に行う。なるほど、そういえばつながったまま飛んでいるトンボを見たことがあるぞ。しかし植物の組織内というのは何のことだろう。お前はこの哀れなトンボをどこで取ってきたのだろうか。池といえば多分あの池のことだな。父も子供の頃あの池でフナやウグイを釣ったものだ。今でも釣れるのだろうか。多分無理だろう。池のすぐ横の崖の上に大きな道路が通ってしまったからな。しかしこうやって見ると昆虫図鑑というのもなかなか面白いものだ。スズムシの飼い方か。私も買ったことがあるぞ。縁のかけた大きな壺を母親からもらい、
キュウリやナスで育てたものだ。煮干しなんかもやったな。タンパク質の補給だとか言って。そういったこともここにちゃんと書いてある。なかなかいい本じゃないか。母に買ってもらったのか。その母が私に言う。あなた、宿題は進んでるの？なんだかぼんやり本ばかり眺めて。私は答える。お前こそどうなんだ。私の方はもうすっかり終わりですよ。そうかい。で、何を作ってやったんだ？風車ですよ。ほら、あのオランダなんかによくあるじゃない。子供が作ったってことにしなきゃならないから、あまり上手にならないようにするのに苦労したわ。よく言うよ、まったく。私は再び昆虫の分類に取り掛かる。外はそろそろ暗くなってきている。もうすぐお前が帰ってくる頃だろう。真っ黒な顔と手足をして、そうして甘えた声で言うことだろう。お母さん、お腹空いた。お前の夏休みの宿題に父は没頭する。水木優。朗読、崎山日和。松本流星。我が輩はご主人の猫なのである。玉城団子。筆先の世界。我が輩は猫である。人間の朝は少しだけ時間軸が違う。ご主人の口癖はあと5分だけ。誰に言ってるのだろうかといつも思う。その後はせわしなく家の中を走り回るのだ。うっかりしていると餌を忘れるご主人だから、我が輩も負けじと足にするより喉を鳴らす。一戦交えてやっとカリカリを食べられた。我が輩は猫であるからして気まぐれである。ご主人が仕事とやらに行く前になると、我が輩のお腹に顔をうずめて行きたくないとダダをこね始めるものだから、遠くを見ながらしばらくの我慢。もう一度言っておくが、我が輩は猫であるからして気まぐれである。だけどご主人の本音を聞くのは我が輩の役目なのである。しぶしぶ出かけたご主人を窓から見送って、ここからは通常の時間の流れが返ってくる。誰にも邪魔をされずに好きなだけ日向ぼっこができる天国だ。はあ、なんて自由で最高でつまらないんだろう。ご主人が帰ってきたら、今度はお経のような愚痴が始まる。我が輩を抱きながら時折おでこをくっつけて、これがまた長いのなんのって耳にタコができるほど同じことを言う。うるさすぎて心地いいからそのまま続けて。なんだかんだ言いながら明日の準備を始めるご主人を横目に、愚痴を聞いたご褒美のカリカリを食べている。抱き枕にされながら眠りにつくのも暑苦しいが、話すのはお断りだ。我が輩は猫である。自由気ままに生きていくのがやんせよ。これはすべて我が輩の望み通りの生き方なのである。我が輩は猫である。今朝のご主人はあと5分だけとは言わない。むしろ我が輩よりも先に起きて、ああでもないこうでもないと鏡の前に立つ。なのに我が輩の餌を忘れることだけはいつも通りなのは一体どういうつもりなのだと泣いてやった。いつものように一戦交えた後、やっとカリカリを食べられた。まだ全部食べてもいないのにご主人は我が輩を抱きかかえてため息をつく。なのに顔は笑っているものなのだから、暑さにやられてしまったに違いない。我が輩は猫であるからして賢いのである。小さな四角い奇妙なものを指で器用になぞるご主人は嬉しそうだ。
突然奇妙なものから音が鳴り驚いた。もう一度言っておくが、我が輩は猫であるからして賢いのである。本当はご主人に何があったのかを知っている。前にもこんなことは何度か起きた。こうなるとご主人は陽気な音楽のように言葉のマシンガンを打つ。我が輩は音も立てずに逃げようとしたが、ご主人がシュッとやってきて捕まった。何でもいいが、今度は泣いてくれるなよ。我が輩のお腹をびちょびちょにするのだけは勘弁だが、どうしてもというのならば仕方がない。ご主人に好きな人ができたぐらいで、焼き餅など焼いたりしない。だってちょっと呼ばれても、返事はしないし、カーテンに爪を立てて破るくらいだ。我が輩は猫である。自由気ままに生きていくのが、にゃんせいよ。たまには、我が輩の望み通りの生き方じゃない時もある。されど我が輩は、ご主人の猫なのである。我が輩はご主人の猫なのである。玉城団子、筆先の世界。朗読、我部真奈美。いかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうかね。あのね、僕と日和は笑うのを我慢してました。申し訳ないです。お聞きの皆さんわかるでしょう。面白かった。どうでしょうか。ドタバタでございます。耳にタコができる。私が一番お気に入りの箇所です。もうね、あそこ好きなんですよ。ガベちゃん、引き出すかと思いました。そう、ガベちゃんの朗読がね、始まった瞬間、僕と日和はね、笑みがこぼれまして。前を見ないようにしてました、今。緊張してて。面白い、この台本。かわいいな、ね、かわいいです、本当に。そう、で、まあ、お前の夏休みの宿題。はい。なんか結構優しいお父さんですよね。ね、なかなかいないと思います、ね。まあ多分この父親も昔やんちゃしてたんでしょうね。でしょうね。真っ黒になってたんでしょう、はい。皆さん宿題は早めに終わらせてましたか。僕はやってなかったです。私もやってなかった。私もやってなかったです。ダメですね、3人とも。僕は時効になるのを待つタイプだったので。確信犯です。そんなことがあります。忘れてたとかではなく、やらなかったタイプです。時効を待ってました。本当にそんな、いやでもわかります。後から出てくる宿題とかありません？あります。学校に行って気づくみたいな。そうそうそう、あれお前やってないのみたいな。え、何がみたいな、うん、あるの、そんなのあったみたいな。あとあれだよね、後回しにしたらいいやと思って最後の日ぐらいに開いたら、なんか日記書かなきゃいけなかったとか。あるね。ある。毎日の天気と日記、一行日記を書いてください。あ、すごいわかる。私がの宿題の中で一番苦手だったのが一行日記ですね。あ、一行日記か。その日の用事はごまかせるんですよ、うん、何したとか。あれの埋め方知ってます？何？まず行事を書き出すんですよ。何月何日、うん、何々祭り、とりあえずこれには行った、よし、これの欄を埋めよう。確定してるのだけどんどん埋めてって、うん、あとは寝てたとか書くんです。なるほど。でも一番ごまかせないのは天気です。あった。でもあんまごまかし方とか教えちゃダメよ。あ、そうです。ちゃんとやりましょう、皆さん。ダメです、ダメです。僕はね、漢字ドリルが苦手でしたね。漢字ドリルですか。頭を使わない単純作業が苦手で。あ、そう、数学の問題集とか、うんうん、頭を使うのは割と好きだったの。あ、ぜひとも宿題を交換したい、はい、だから数学のプリントとかそういうのはちゃんとやった。お、漢字ドリルはやらなかった。やらなかった。やらなかった。でもなんかね、あるあるですよね、この夏休みの。そうですね、あるあるですね。で、多分このお母さんが手伝うっていうのも割と
あるあるな家庭もあったんじゃないでしょうかね。うちはそうでしたね。家庭にとって。うちもそうでした。ありがとうございます。ありがとう。母が作ったものが賞に入ってましたね。いい思い出です。うちの母は般若のような顔で仁王立ちして睨んでました。怖いですね。やってる後ろ姿を睨んでました。自分でやってました。偉いです。なんでそれが大事です。そう、まあでもそういった夏休みのあるあるみたいな、なんかそういったのを書いてて、すごくなんか読んでて、あ、分かるみたいな部分だったりとか、ちょっと懐かしくなりますね。個人的に好きなのはね、哀れなかなぶんっていう。なんかもうすごい頭の中でかなぶんが、そう、あと虫けらたちって書いてあるの。そう、気持ちがすごいこもってましたね。その分ちょっとなんかね、あのこのお父さんの言葉選びの仕方がすごい好きで、私一番好きなのがお前というハンターです。お前というハンター、そう、このお父さんの言葉選び僕好きなんですよ。わかります。こちらのね、あの作品もね、水色文庫さん、水木優さんの作品で、はい、いや面白い話がたくさんですね。本当にぜひ皆さん調べてください。はい、はい、そう、すごい面白いです。本当に、いやでもいいですね、夏にぴったしの話を届けれたんじゃないでしょうか。そうですね、うん、私のね、猫はね、もうなんか可愛いなと思ってました、読みながら。聞いてる方も可愛いなって思いながら聞いてたよ。ターコの部分はすごいお気に入りですね。耳にターコができるんじゃないかって。本当にそう、すっごい可愛かったな。もうこう思われてるのかなみたいな。あ、そっか、2人 は、ね、いますからね。猫ちゃん飼ってるんですよ、はい、でもね、うん、猫の視点からっていうのはね、うん、なかなか見ないので、うんうん、あいつら好き嫌いするんですよ、入れてんのに。そうなんだ。ご飯入ってるのにさも入ってないような顔でこっち見てるんですよ。これは食えということですかみたいな目で見てくるんですよね。こんな安い餌を食えと。そうそう、前の方は高かっただろうみたいな。わかるんですね。多分わかりますね。なるほど。舌が肥えております。本当に負けないで生きていきたいなって思っております。カフェちゃん家の猫ちゃんはすごいやんちゃです。グルメな、グルメですね、多分やんちゃでグルメな方なんです ね。 そうですね。女の子ですよ、うちの子。かわいいです。箱入り娘だ。はい、太ってはないですね。あ、太ってんのか。キープしてますか。なんか顔がちっちゃいせいでなんか土の子みたいな体型してます。あ、わかりやすい。土の子みたいな、土の子みたい、うちの猫は土の子みたいな体型してると思っていただければ大丈夫です。そうですね、また面白い作品いっぱい読んでいきたいですね、これからも。そうだね、なんかこう季節ごとにあった作品をね、紹介していければ結構皆さんも感情移入しやすいのかなと思います。またなんか夏だとさ、こういうちょっと爽やかなっていうか楽しげなものも多いけど、またこれが秋とか冬になるとさ、今度は逆に情緒深いさ、なんか物悲しくも綺麗なお話だったりとかさ、はい、多いしさ、春とかになると結構出会いの作品とか、いいですね、青春がなんか多い感じしますね。明るい感じの作品とか多いからさ、またそういう季節ごとのこの台本とかこの作家たちの気持ちの変化とか、そういう特色がねまた伝わっていくといいですよね。はい、それちょっと楽しみですね、これから ね今後ねやっていこうね。はい、はい、やっていきましょう。楽しみです。さあ今回2作品お届けしましたがね、緊張して、はい、私は初めての機械触ってドタバタです。ドタバタですね。本当にアワティーハーティーします、こっちは。あ、大変です。方言が出ましたね。助けてください。アワティーハーティーってなんだっけ。なんかもう慌ててますね、なんか急ぐみたいな。あ、僕アワティーハーティーって、沖縄の方言わからないんで。長崎弁ではなんかないですか、こう急いでる時とか。なんだろう、なんかあるかな長崎の方言。あ、でもこの、あ、でもあんまり慌てるみたいなので長崎の方言パッと思いつかないな。後で調べときます。はい、じゃあ次週の宿題にさせていただきます。次週の宿題にちょっと調べときます。来週そういうそこもねお楽しみに待っていただけたらなと思います。お願いします。はい、では今回も楽しんでいただけましたでしょうか。次回も素敵なお話を紹介しますので皆さん楽しみに待っててください。
それでは皆さん、また来週お会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。バイバーイ。